ここ DIY したいんですけど、これを外せるかどうか。こんな長いんだ。下地までだ。任せてください。あとは引っ張るしかないです。この右下効いてないんで。効いてないから。はい。なんか外れるとなんかやっぱないとおかしいですか、鏡が。なんかこれをなんか使った方がいいのかな。何もないでよ、ここ鏡だけで。はいはい。でもこれが古いっぽく感じちゃうんだよな。ちっちゃいの平面鏡。鏡つければいいですかね。ああ玄関入ってのお風呂場のこの脱衣所の部分ね、棚外したんで、ここをこのジョリパッドで塗っていきましょうね。グレーモルタル系の感じね。やって構想としてはジョリパやってグレーに塗って、ここに棚作り直しのこうタイルで鏡つけると、そしたら全然おしゃれになると思うからな。行きましょう。固定塗り難しいな。早送りで見せましたけどね、これ1時間かけてこれで、しかもムラあるから2度塗りしなきゃいけないでしょ。難しい。まだこんな残ってるし、ここも残ってるし、この裏も残ってるし、あーやっぱ職人さんってすげえんだな。一度塗り終わりましたが、4時間ぐらいかかっちゃった。結構時間かかったな。でもムラがまだあるし、あとなんか牢屋感出ちゃったな。なんか色入れなきゃダメだなこれ。ちょっと牢屋感すごいな。銅を引いたら、冷たい感じするな。2度塗り終わりましたけれども、塗りとしてはあれだけど、色的にちょっとな、冷たい感じになっちゃったな。なんか温かみがないよね。ここに鏡つけて、ここに棚作ってもちょっとナチュラルな木入れなきゃちょっとダメだなこれな。でちょっと集中してやってたら、ただいま7時半。すごいな、塗り始めから1時からやってから6時間半も塗ってたよ。頑張った今日は。よっしゃ、片付けて帰ろう。はい、ということで脱衣所、ここの部分タイル貼っていきます。おじさん、じゃあこのブランコの取り付けはお願いしますね。はい、付けたりできます。はい、私洗面所やってますから。お願いします。楽しみにしてますからね。任せてください。お願いしますよ。できたんですね。楽しみ。そんな巨体の人が乗っても大丈夫なの？うわ、すごい。でも危なくはないですよね。結構漕いでもいけます。ちょっと怖いんですけど大丈夫です。すごいすごいすごい、いい、めちゃくちゃいいです。ちょっとでも恐る恐るは分かるけど。この金具やっぱしっかりしてんだ。どうぞ。すごい楽しい。狭いっすね、やっぱ。僕より痩せてるから大丈夫ですね。でも怖っ。怖いな。ほら。面白い。すごい。いいっすね。あ、でもこれぶつかんないし、いいっすわ。いいですよね。ね。
これいい。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃいいよこれ。鏡ね。はい、あ、聞いた。あ、聞いた。ブズッて来ましたもんね。来ましたね。はい、はい、来ました。あ、で、引っ掛けてください。はい、いけたら嬉しい。来ました。はい、引っ掛かりました。はい、あー、いい、いいですね。うん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 、髪伸びましたね。薄くはなってないですよ。あ、入った。借りて。はい、借りて。あれ、あ、来た。おお、かわいい。オレンジいいですね。いいですね。え、いきなりやんの？勇気あるね。すごい。すごい。上まで登っていけるってことですか？体力が。え、これどうやってやんの？ジャンプしちゃった方がいいです。ジャンプ。おい。で、あ、無理だ。上に上がったら無理。きつくないっていうか。裸足になったら無理だわ。滑りますよね。でもいい。いい感じ。急にこれぶら下がってなんか、ね、どうすか？いや、めっちゃ可愛いですよ、この色も。いいっすか？いいです、いいです。これを色塗って、続いてここにこの3月のこれフロアタイル、これを貼っていきます。フロアタイル貼れました。うん。イエイ。イエイ。二つはめて打つのか。お、そういうことか。よし。オッケー。イエイ。お風呂場前の脱衣所完成です。ここね、フロアタイル貼って、ジュリパ壁塗って、タイル塗って、鏡塗って、照明、いいじゃない。中入っていきましょうか。いいよ、いい雰囲気になりました。完成です。